皆さんこんにちは、ビーレジェンド栄養士の板垣です。今日はですね、このビーレジェンドプロテインのミルキーココア風味を使ってプリンを作っていきたいと思います。では早速作っていきたいと思います。牛乳まず 400ml、まあ、シェイカーに 200ml と耐熱容器に 200ml 入れました。で、今日ちょっと撮影用で大きめのプリンを作るんですけども、ご家庭で作るときは200〜300ml をおすすめしております。ですので、まあ、300ml の場合だとこっちに150、こっちに150ずつぐらいがちょうどいいかと思います。で、あとはゼラチンですね。この中に 5g 入ってます。普通の市販のものを使ってます。プロテインは1食分ずつ入れていきます。だいたい1スクープで 30g です。では作っていきたいと思います。耐熱容器の方に入れた牛乳を電子レンジで2分加熱していきます。今使ってる電子レンジが 500W なんですけども、こちらはご家庭の電子レンジのワット数に応じて、まあ、調節していただけたらいいと思います。では温めていきたいと思います。では温めてる間にですね、こっちのシェーカーに入れた方に、プロテイン作っていきたいと思います。はい、すり切りで1杯分入れていきます。で、プロテインがシェイクされました。加熱が終わりましたので、牛乳をボウルに移していきます。熱い牛乳に、ゼラチン入れていきます。で、ゼラチンを溶かしていくんですけども、この時泡立てないように気をつけて混ぜていきます。この時にちょっと泡立ってしまうと食感が落ちてしまう原因になるので、こちら静かに、溶かしていくイメージで混ぜていきます。ゼラチンの、塊が大体なくなったら、先ほど作ったプロテインを加えていきます。こちらもなるべく泡立てないように静かに注いでいきます。静かに混ぜていきます。で、牛乳なんですけども、今ちょっとダイエット中の方とかは低脂肪乳だったり無脂肪乳で変えてもらっても美味しく作っていただけます。ゼラチンの塊が溶けてきたら混ぜ終わりです。じゃあ次にシェイカーに入れていきます。今回撮影でシェイカー使ってるんですけども、タッパーだったりとかもお好みの容器に入れてもらったらいいと思います。はい、じゃあこのまま蓋をして冷蔵庫で冷やしていきます。冷蔵庫でだいたい3〜4時間ぐらいですね。で、冷やしたら完成です。じゃあ冷蔵庫入れていきます。はい、出来上がりました。そのままシェーカープリンです。まあ、400ml の牛乳で作ったので、だいぶでかいのがわかると思います。なので、皆さん作るときは 200ml ぐらいでちょうどいいかと思います。で、ちょっと側面、ちょっと黒くなってるんですけども、3、4時間冷蔵庫で冷やしたので、ちょっと沈殿されたので、ちょっとそこに溜まった分がちょっと黒くなってしまった部分です。では、スペックの紹介をしていきます。で、牛乳 400ml で作った場合なんですけども、エネルギーが 387kcal で、タンパク質が 33.8g、 脂質が 17.2g、 炭水化物が 24g です。で、これを 200ml 牛乳半量で作った場合なんですけども、エネルギーが 257kcal と、タンパク質が 27.4g、 脂質が 9.8g、 炭水化物が 14.7g です。ダイエット中の方は無脂肪牛乳でアレンジしてみてください。だいぶ大きいプリンになってしまったんですけども、堀さんに食べてもらおうと思います。次のレビュー動画でお会いしましょう。さよなら。